エデルジョ・フレは、ブラジルの元プロボクサー。世界バンタム級、チャンピオン。WBC 世界フェザー級チャンピオン。2階級制覇者。ガロでオーロの異名を持つ。サンパウロ州生まれ。父、アリスティデス、及びその兄弟も、ボクサーという格闘技一家に生まれる。ボクシングジムを経営していた父から手ほどきを受け、アマチュアで活躍。メルボルンオリンピックの代表となり、準々決勝で敗退はしたものの、アマ通算戦績は150戦148勝2敗という驚異的レコードを残した。1957年、プロ入り。いきなり5連続個勝利を飾るなど、連戦連勝を続けていく。1959年には、フィリピンの強豪、レオ・エスピノサ、ダニー・キッドを判定に、翌1960年には、ロープ際の魔術師、ジョー・メデルを10回5に下す。そして1960年11月18日、世界王者、ジョー・ベセラの引退で空位となっていた、NBA 世界王座を、メキシコの強豪エロイ・サンチェスと争い、6回小勝ちで NBA 世界バンタム級王者となる。この時点でのプロ通算戦績は38戦35勝、無敗3引き分け。その後はノンタイトル戦を挟みながら8度の王座防衛を、いずれも5勝利で達成。その中には、EBUバック認定世界バンタム級王者、ジョニー・コードウェルとの統一戦で10回小勝ちした試合、日本のホープでメガトンパンチの異名を取った青木勝利を全く問題にせず、ボディへの左フックで3回小に下した試合、ジョー・メデルを6回小で返り討ちにした試合、技巧派、ベルナルド・カラバロを7回小に下した試合も含まれる。ノンタイトル戦でも、八百板貞夫のアウトボクシングに苦戦し、9回までポイントをリードされるものの、10回に逆転小勝ちした試合など名勝負が多い。1965年5月18日、9度目の防衛戦の相手に元フライ級世界王者ファイティング原田を迎える。エデル圧倒的有利の予想で始まったこの試合は、原田が無尽蔵のスタミナと驚異的な回転速度の連打でジョフレを苦しめ、4回には小寸前まで追い込む波乱の展開となった。しかし、エデルは5回に得意の強打で逆に原田をグロッキーに陥れるなどボクシング史に残る死闘となったこの試合は僅差の判定で原田に軍配が上がった。リターンマッチでも原田に敗れ一度は引退するが復帰、階級をフェザーに上げ1973年37歳にして WBC 世界王者ホセ・レグラに挑戦、一度はレグラのボディブローでダウンを喫したものの、その後は、レグラを圧倒、2-0の判定で、WBC 世界フェザー級王座を、奪取、2階級制覇を達成した。1973年10月21日、その王座の初防衛戦では、かつての名チャンピオン、7歳年下のビセンテ・サルディバルを、ボディブローで変わらぬ怪物ぶりを見せつけたが、その後の防衛戦を行わないまま、翌1974年6月、WBC から王座を剥奪された。その後、1976年2月に40歳を目前に再起し、6連勝したものの、トレーナーでもあった父親の死もあり、1976年10月8日、オクタビオ・ファモソ・ゴメスとの対戦を最後に引退した。なお、ジョフレに土をつけたボクサーは、原田ただ一人である。身長は、決して高くなかったが、筋骨隆々の肉体でガードを高く上げる、いわゆるピーカブースタイルを取った。序盤は巧みな防御で敵の攻撃を防ぎつつ、攻撃のパターンを読み切った時点で反撃に移り、そのフォロースルーの効いた破壊的な強打でマットに沈めた。75戦69勝2敗4引き分け。ありがとうございます。